ということでね、皆さん知ってました？セブンイレブンのプリンターで呪術廻戦とかね、ああいうブロマイド、あれがプリントできるんですよね。全然自分知らなかったですね。はい。1回200円、1回っていうのかな、1枚200円でねプリントできるんですよ。そう、あれ全然知らなかった。はい。ということでね、今回はそのブロマイドをご紹介していきたいと思います。はい。では早速こちら、はい、こちらですね。まずはキービジュアルで五条先生、はい、でナナミンと五条先生。これね、すっごいこのクオリティがね高いんですよね。やっぱセブンイレブンの高性能プリンターなんで、もうほんとね綺麗、もうこうテッカテカのほんと綺麗で、裏にはねあの富士フィルム、はい、ほんとブロマイドですよ。いや、こんなんあった知らなかったね、ほんと。まあ、番号を入れてね、はい、自分の好きなシーンをこうやってプリントアウトできるんですよ。このシーンもかっこいいよね。目が光って、上五線のね、はい、でこうね、最初の方のあれですね、領域展開無料空条、はい、それをやってるところでなあ、このねイケメン素晴らしい。はい、まああのプリントアウトしたのほぼほぼ五条先生なんですけどね、はい、で今回新たに、追加されたのがあるんですよね、京都姉妹公演のやつが、はい、それがこちらですね。めっちゃイケメンやわ。はい、でこれね、このシーンが一番俺好きなんだよね。術式順天青、術式反転赤、挙式紫、はい、そのシーンですね。この紫を使っている時のこのシーンがめちゃくちゃかっこいい。で放つポーズ、いや、これはいいね。で、このね、野球に変えたっていうところのね、ラフな格好の五条先生。グラサンが似合いすぎてる。はい。ちなみにね、このシーン、このシーンはもろにね、原作を踏襲してますね。こちらがね、アニメイトでもらえる特典のやつなんですけれども、これと合わせるとね、ほんと分かりやすいんじゃないですかね、うん、アニメと原作、少し乱暴しようか、他にもね、ブロマイド集めてまして、こちらはハンターハンターですね。アニメイトカフェでランダムでもらえるブロマイド、メールエムピトーゴンに、私が大好きなキル、このシーンがめっちゃかっこいいよな。このシーンがすんげえいい。で、レオリオ。で、カイト。で、ノブとモラウ。で、こちらは、ほぼほぼアニメのワンカットのシーン。で、団長、雲編ですね。で、これはグリードアイランド編。
この髪を下ろしたヒソカもめっちゃイケメンなんだよな。で、一枚だけワンピースゾロ。このゾロがめっちゃかっこいいわ。これはジャンプショップで無料配布されてたやつですね。はい。といった感じで、普通にブロマイド集めてますね、私ね。特にね、セブンイレブンのやつはね、めっちゃ知らなかったし、まだね、プリントアウトをしたいのがいっぱいあるんですよね。うん、これは集め買いがありますよ。1回200円ですけどね、お高いんですけど、それだけのクオリティがあります。はい。この他にもね、延々の消防隊とかもあるんですよね。それもプリントアウトしたいんですよね。でもあれジャンプ系じゃないんだよな。だからこっちで紹介するか、もう一つのホビー総合チャンネルで紹介するか、どうすっかな。はい。とにかく全部集まり次第ね、もう一度紹介させていただきたいと思います。結構何十枚もあるんですよね。はい。ということでね、今回はこういったね、ブロマイド。皆さんもね、セブンイレブン行ったらね、ぜひプリンターの方行ってね、プリントアウトしてみてはいかがでしょうか。いろんなシーンがあるんでね、自分の好きなシーンを選んでプリントアウトできますんでね。ではこの動画を見て、まだチャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録。見ていただけましたら、ぜひ高評価、コメント、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。